北朝鮮を訪れていた故キム・ジョンイル総書記の専属料理人だった日本人男性が29日朝帰国しました。注目されていたキム・ジョンウン委員長との面会は実現しませんでした。キム・ジョンウン党委員長とはいかがですか？お会いできませんでしたよ。労働党大会ね、はい、もうあれで委員長になられましたでしょ、はい、それからものすごく仕事がものすごく増えてしまったと、ね、そういうことなんで、はい、もう藤本さんとはちょっとね今会食で機会なくとんとこすいません。北朝鮮の故キム・ジョンイル総書記の専属料理人だった藤本健二さんは先月30日に日本を出発し北朝鮮を訪問していました。訪朝前に藤本さんはキム・ジョンウン委員長と面会する意向を示していましたが、委員長に就任したことで多忙になったとして面会は実現しなかったということです。藤本さんは今年4月に北朝鮮を訪問した際にはキム委員長や妹のキム・ヨジョン氏と面会していました。